勇者シス。私の声が聞こえますか？目を覚ましてくださいませ、勇者様。俺が勇者？大丈夫ですよ。少しずつ思い出しましょう。あなたの名前は、さあ次は魔王城であなたがギールを撃ったあの日のことを思い出してください。魔王城、ギール、ああそうだ。とうとうここまで来たぜ。魔王ギールはこの階段の上だ。英雄？あ、勇者よ、案ずるな。魔王にさらわれた貴様の恋人はきっと無事だ。女の命を救い、くそ、なんと卑怯な。みんな、なんだと。いざとなったら差し違えてでも魔王ギールは。愚かな。しかし貴様のそんな甘さが私は嫌いにはなれない。勝手にしろ。だがお前がやられた時は俺が魔王を倒して英雄になるぞ。あなた身のアルテマとマーナの神が坊ちゃんを守ってくれますよ。ご武運を。ありがとう、みんな。彼女はどこだ？我に勝てたなら返してやる。思い出せるのはこ、あなたはその言葉通り、勇者様は。ああ、いいえ、勇者様、あなたの勇気に免じて、あの日以来行方不明のままの恋人を探すのも、ただしあなたの体力、あ、そうそう、あなたの命、わずかな時間を有効に使えるよう神様がご配慮くださったので、今は月曜ですから、土曜の同じ時間に。おい、嘘だろ。坊ちゃん、お帰りなさい。そのようですな。で、神様、坊ちゃんのことだ。あの手。ああ、もちろんだと。と言いたいところだけど、一度死ん、世界中の誰より愛していた。なあ、ガキの頃から俺の面倒。すみません、坊ちゃん。でも大丈夫。各地を旅すれば。このグランダムを離れる前に、
改めてこの王都グランダム手短に。わしはこの町にいると国の東で大勢の人がわしも坊ちゃんも確かにあのひどい有様を目にしたし、魔物とも必死で戦った。だけど勝者は誰だったのか、この町の繁栄を見るとわからなくなるのですよ。年寄りの愚痴です。お主が魔王を討つまでは国中の者が魔王打倒で団結し他人を思いやっておった。それがどうじゃ、今はみんながあれが欲しい、これは嫌だと口を開けば勝手な文句ばかり。まだ魔物はそこら中におる。なのに国中に問題は山積みじゃ。待たれよ勇者、お主に渡したいものがある。思考よれ、魔王ギールを討ったお主に褒美を取らせよ。代々の王を何度も苦悩から救った究極の宝じゃぞ。人生を悟るために必要な唯一無二の品じゃ。お主がフローラと結婚し王になっていれば、お主が
私にはあなたをお慰めする言葉が見つかりません。せめてあなたが救ったこの国の各地をめぐり、ご自身の偉業をその目で確かめてくださいませ。もしも何かお困りの時はすぐに私にご相談ください。全力でご支援いたします。良い旅を。勇者様、勇者様、やるか。やめた。
ここがレモイナン。結構今の住人。差し違えて死ん、治安を乱す小悪党を俺の方があんた。倒しただ、だが。そこだ。
さて、坊ちゃん。そうだな。この辺りは魔王軍を食い止めるために生き残った者は家族も家も失った。この辺の汚れた水や空気を清めて。任せてくれ。じゃあこの世界の石ころ3つ拾ってくる。そういえばさ、ここが、いや、いい、坊ちゃんが